どうも、電撃オンラインの五郎です。どうも、ゲーム実況者の相田です。はい、今日もセブンスイーバースやっていきましょう。やりましょう。はい、五郎さんということでね、はい、僕ちょっとすごい今悩んでて。何悩んでる？ダンジョンいっぱいあるじゃないですか、今セブンスイーバース。まあ、エリア8も解放されたしね。そうなんですよ。で、村長ランクを上げたいんですけど、うん、村長ランクはまあお勤めとかでも結構上がるけど、いやでも、まあ、そう言ってもね、そう、やっぱ日々の周回って大事じゃないですか。周回大事で、その周回でどこを回れば一番効率がいいのか。なるほど。分かんないって、ほんとこれは分かんないですよ。いや、すげえ役者だなお前。どうしよう、分かんない。解決しましょう、その悩み。マジですか、この大丈夫、バッチリ調べてきましたお願いします、教えてください、はい、ということで、今日のお題は周回プレイに適したダンジョンということで、まずは村長経験値、これ重要だよね。お願いします。じゃあ早速いきますか。どこなんですかね、結局やっぱ一番僕はエリア8かなと思ってるんですけど。あー、ルナリアね。そう、ルナリアかなと思ったんですけど、どうなんでしょうね。ルナリアは確かに美味しいんだけど、問題は外伝が解放されていないんですよ。あー、なるほど。ポイントは外伝なんですよ、今外伝が熱い。消費経験値的にもそうですね。そうで、村長経験値、まあ、はい、スタミナと獲得する経験値の割合を、まあ、全部もろもろ加味して、ドゥーン海岸ここですの外伝に、まあ、ベリーハードだけど大学にクリアできるじゃん。あ、でもできます、ね、できます、まあ、ここなんですよ、一番効率がいいところ。へえ。ここの周回が、まあ、村長経験値獲得できるのは他の周りの外伝、うん、同じトランキーティの外伝にも同じなんだけど。そうですよね、確かに外伝で全部同時だったね、経験値。ただジェムとかゴールドとかその辺もろもろ加味するとここが一番美味しいとそこまで加味するのか。すごい微妙だよ、はいはい、すごい微妙だけど、ここ一番全部のトータル効率がいいのがここってことですか。そう、村長ランク上げるならここなんですよ。あら、はい、でもここどうですかね、そんな難しくないですよね。でも、あ、難しいか。いや、まあ難しくないんで、どうだろうな。でもね、まあ、レベル次第かな。僕がやっぱ効率求めたいんだったら、うん、ハンドフリーでやりたいなっていうのもあるんですよね。ただリリースと入れておけば多分放置でもいける。ちょっと見守ってみますか一回。怖いな、放置したことあんまないんだ。はいはい、じゃあ皆さん見に来てみましょう。まあまあ、さりげなく大学もパーティーに入れてますけど邪魔ですよね、あいつ。いや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 、コンボ稼ぎにね、チェーン稼ぐのにすごい大活躍で、大体ここのエリアの敵って水が弱点なパターンが多いんで、あ、多いですね。まあ俺は最近ね、水を結構多めにしてる。ボロさんずっと水ですもんね、最近。そうそう、属性武器作ったの。あ、ほんまついに。で、水の当たりの杖も手に入れたんで、これ見よがしでみんなの役にするために水、水あんま使われないっていう。使いたいなって外しましたもん、ゴロさん。いやだから今のイベントとすげえ全然関係ねえから、おい、なんだよこいつの装備って思ってる方もいらっしゃるかもしれないんですけど、実はここの周回用にさりげないメッセージだったんです。これ回すといいよっていう、ここ回してください、これ使えって、ボールを使ってください。僕は逆に今大地の関係あるじゃないですか。あー、エンシェントなんちゃっていうスキルがついてるんですか。あれをつけたらすっごい借りられるようになりました。あ、マジで、はい、需要高い、需要高い需要低いまあでもここのボスなんだけど、全体に炎属性プラス炎上、あ、しかもここ弱点水じゃねえわ、余計いらねえってなっちゃう。まあ、さっき嘘つきました。嘘ついたら、たまに嘘つきますんで気をつけてくださいこれ今僕が弱点なんで、そうそうそう、しかも大地もあれなんで、すごいいいじゃないですか。めっちゃ仮面とかまた大学の授業上がっちゃうよ。よしいいんじゃ、いいぞ、いい。まあ繰り返しますけど、村長経験値はドゥーン海岸外伝2の灰色の灰、ここが一番大事です。え、完全今放置でやってるんですけど、勝てそうですね、これは。まあ頑張ってレベル上げたのと周りの味方が強いで、まあポイントアップリースを見たい。安定かな、安定ですね。チェインも結構そこそこ繋がってるんで、そうそうそう、まあチェインで終わっちゃうか。まあまあまあ、どうでしょう。まあまあ、でもこれ放置で安定して倒せるんだったら超おすすめ。そうですね、うん、強いね。いいダメージ入りますかね。チェインがやっぱ3連撃2つにしてるんで相当入るんですよ。あー、ダメージ効率いいわ。弱点効果とかね、関係なしに忍者はね、
入れといて全く損はないですね。今レベル50にもなったんで追い打ちもかなり確率で4連撃も再開してくれるんで、これ熱いっすよ、相当熱い。なかなかただね、落っつかない。もう40ぐらいまで上がって持っていけ持っていけとかないですよね。確かになかなかいかない。安定してなくリスト2体だとすごいですね。でもこれ結構痛いんだけど、まあでも回復しちゃうし、炎上のダメージがそんな効いてないですもんね、これは。そうだね。まあなんでもう皆さんね、もうすでに強いよという方はこんな感じで放置しても回せる、すごい、仕事中でも回せる。あんまやあんまよしくない、それ今はダメな発言。ダメな発言ね。あのピー入れといてください。親子仕事だから。はい、そんな感じで、尊重経験値稼ぎは分解が灰色の灰、こちらがおすすめとなります。ありがとうございます。参考になります。はい、僕もそれでできそうです。まあでも他にもまだまだゴールドジェムとかジョブ経験値とか気になる方もいらっしゃいますので、はい、まあ、ちょっとここはパパッとね、プレイなしで、ああそうですね、紹介だけさせてください。で、あ、そう、ゴロさんもしかしてじゃあ経験値だけじゃなくてゴールドジェムとか全部調べてくれたんですか。イケメン。イケメンでしょ。ヒゲがかっこいいな、あるか。寝癖ついてるけど、ね、家に寝癖ってあんまり聞いたことないでしょ。そんなあるんですか。一応あるみたいで、だいぶ歪んできちゃったから、ね、ちょっとね、なんか歪んでたら寝癖だなってちょっとコメント書いてください皆さん。今日ダメだよ。いやでもいい情報をお届けしますよ。はい、ヒゲはほっといて大丈夫です。じゃあ次、じゃあゴールさん、ゴールドジェム、こちらもね、実は言うとエリア7なんですよ、はい、あ、7すごいね。そして場所は上行ってベベーン、ラバーホール、ラバーホールのなんと外伝2と思ったでしょ、はい、2と思いました。1なんです。 1? あの消費スタミナとか全部もろもろ考えた上でのおすすめがここ、はい、これがゴールドですかとジェム、ジェム両方、え、全部3色、全部3色。おお、すごい効率めっちゃいいじゃないですか。ここを回すのが一番こいつがいいと私は思っております。はい、一応調べました。数値的に見てもうここだなっていうので、ここはあの、まあ、自分レベル高いのであれなんですけど、まあノーマル、外伝2と比べて全然難易度も低いと。ここはもう普通に何も考えずに攻略できますね。ここは放置最適だと思います、うん、でボスのイフリートも、まあ、水属性で、あとはそうですね、斬撃、まあ、ファイターとプリーストが入っていけば、まあまあまあ勝てるでしょうと。なるほどなるほど。ここはまあここまでね、むしろここまで解放していないという方は、ここを解放するためにダンジョンキーを使ってあのジョブレベルを上げるっていうやり方の方がおすすめかもしれないです。ちなみにここって尊重レベルと経験値効率的にはどうなんですか。お、よくぞ聞いてくれました。はいはい、美味しいです。美味しいですか。すごい。実を言うと、もうここ回してるだけでいいかもしれない。あ、それぐらい、誤差ぐらいですか。そう、本当に誤差。あー、なるほど。なんで、まあジェムちょっと欲しいな、ダンジョンキーいねえなっていう方は、もうここをひたすら周回するっていうね。確かにいいかもしれない。僕もジェム欲しいですもん、ゴールドと。欲しいよね。ゴロさんなんか結構持ってますもんね、今。周回してるんですか。いや、周回はしたよ。あとはバレンタインとか。あ、そうか、今やってますもんね。はい、嬉しいイベントが結構やってんで、今のうちに稼いで、まあこれ全部多分増築に消えます。増築楽しいんで楽しいムダを今なんかお勤めがいろんなもん出てますね。そうこれとこれとこれをあげるとなんかさすがになんか天文台とかあげる気にあんまなんないけど、ね、まあでもお勤め欲しいなみたいな感じで今ねあげようかなと考えてます。まあじゃあついでなんで、はい、ジョブ経験値、まあこれは本当はダンジョンキー使ってまたはいいんですけど、まあちょっと鍵がないという方のために。いや、これもなんかあるんですか。ジョブ経験値とか意識したことないな。さあ、これは来ましたね。来ましたエリア8。こちらの、まあ、8もね全部回りましたよ。おお、もういや、さすがゴロさん、はい、早速全部終わってますね。全部終わってます。風鉱山4ですね。8の4、はい、8の4のこれのルート、こちらの3です。3なんか外伝ないんだけど、まあ3。ここもまあハードなんで、うん、そんなにね、もう7をクリアされた方は問題なくクリアできるとだと思います。でここだったら、はい、まあもうみんなご存知かもしれないんですけど、全員フレンド、もちろ ん, うん、そうすると経験値3パー増えますね、入るんで、全員フレンドのパーティーでこちらのルート3を周回するとジョブ経験値が結構入る。ちなみにこれはこの前のラバホールとか、うん、とかと比べたらどうなんですか。結構違うんですか。まあ誤差誤差
いやほんとね結構似たり寄ったりなんだけどはいはいはい、でも一番一応効率一番いいのはここってことなんですね。自立も自立もどん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 稼い、あのここを繰り返していけば最終的に周りと比べてここが一番効率よく稼げますよと。あ、確かに、まあまあ、あれですよね、この前言ってた固有スキ、固有のアビリティ上げとか、あーそうだね、スキル上げとかと合わせてなんか合わせてやるといいね、やっていくと美味しいと、いいこと言うね、知らないですね、はい、確かに前の動画見てくださいね、はい、ということで今回は、稼ぎ、周回に適した、もう前と完全に連携してるのやばいですね、連動しちゃってるの完璧じゃん。周回すると素材いっぱい手に入るんで、それでね、そうやればいいんで、まあ、余った素材は売らずに、こういうアビのオストね達成のために全部注いでしまう。ラバホール、ラバホール外伝位置回しまくろ、今日から。そうだね、あ、でも尊重経験値の方がいい、そっちにしようかな。まあ、誤差なんで、あの簡単な方でいくと、ラバホール外伝位置一番おすすめ、個人的にはそうですよね、やっぱ、うん、ここが一番おすすめです。一緒に回しましょう、皆さんも。もうぜひぜひ、あの、皆さんもね、これを機にガンガン稼いで、ガンガン強くなって来たるアサルトバトル、これ 前の動画でも言ってた聞き覚えあるなって。いやでもアサルトバトルほんとね、きついんだよ。きついですよね、どんどん上がってくると。そうそう、めっちゃ強いですからね。あのためにもう鍛えておきたい、でケテスも控えている今度こそは倒すっていう方のためにもね、ぜひこちらの情報をね参考に周回してみてはいかがでしょうか。頑張りましょう。はい、ということでご視聴ありがとうございました。バイバーイ。動画をご視聴いただきましてありがとうございました。ありがとうございました。みんなと気軽につながれるスマホ向けオンライン RPG セブンスリバースは、絶賛好評配信中。配信中です。で、7000年目の滅びに立ち向かう壮大なストーリーほか、村の発展や装備作りなど魅力的な要素が詰まっております。はい、詰まってる。非同期型のマルチプレイなので時間を気にせずに、気軽に遊べるのもポイントでございます。私もダウンロードします。ゲームに行き詰まったりわからないことがあったりしたら、公式サイトや電撃オンラインの特設ページを、ご覧いただければわかると思います。チェックしてください。ぜひお願いします。それでは、セブンスリバースの、世界で皆さんお待ちしておりますので、ぜひ来てください。待ってるよ。はーい。